お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はねこちらディガポイロケットをね紹介したいと思います。というわけで今までねディガポイロケット何回か紹介してきて、基本的にアイスウィズトルネでこう防衛してまたディガポイズンロケットで削るって感じだったんですけど、今回はトルネードアイスウィズっていうこの編成はバイバイっていうわけで、今回ねトルネなしで、まあ、ゴブゴヤですね、ゴブゴヤマスケナイト、この3枚でね、こう、防衛を中心にしていって、まあ、あとはね、攻め。というわけで、やっていきたいと思います。はい、ゴブゴヤですね。ゴブゴヤね、まあ、今、環境めちゃくちゃいますね。で、まあ、それには、まあ、ポイズン打ちつつ、で、まあ、あとなんだろうね、相手がめっちゃ固めてきた。来たー皆さん、やっときました。昨日、エリゴレを退治したいがために、やったんですけど、エリゴレと出会わなかったんですよね。で、今日なんとこのデッキ、エリゴレを絶対成敗できるデッキです、これ。よいしょ。もうこれ、よいしょ。で、もうこれで、あとウッドコを転がしとけば、これで、はい、エリゴレ成敗。よし。で、こうキング起動して、ティティティン。あ、待って、サイク、うわー。あー、なえるなえる、これはなえる。ちょっと待って。恥ずかしいですね。キング起動したらもうね、絶対負けなかったっていうか、このデッキはね、エリゴレに対してめちゃくちゃ勝率いいですね。はい。というわけで、エリゴレ引きたのはでかいですね。エリゴレ倒したいなーって今日もね、思ってたんですけど、倒せそうですね。ファイボか。まあまあまあ、このね、ゴブリンのカードのこのダメージもでかいですね。まあ、防衛でロケットは絶対使うイメージで、まああとは、まあ攻めかな。残りは攻め。ナイトマスケロケで永遠防衛しとけば、多分ね、さすがに勝てると思いますね。で問題は、ダクネのコウモリがちょっと厄介ですね。まあ、どっかでロケ打っても、ロケというか、ポイズン打ってもいいですか。最悪ポイズンでもいいですね。よいしょ。ポイズンで溶かして、オッケーオッケーオッケー。いやー、でかいですね。で、4アド、ちょいちょいちょい。で、このナイトマスケに、どうせ対応してくると思うので、いや、むず。ディガーで削りますか。めっちゃアド取っても、なかなか削れるカードがないっていうのが、このデッキの、まあ、辛いところではありますね。さあ、ここは、ちょっとやべえな。ワンチャンこっち来てくんねえかな。こっち来さして、マスケに働かせる。いいファイブだな。いや、攻めロケットね、あんましたくないですね。防衛でロケット使いたいんですけど、まあ、回るでしょう。っていう感じで、攻めロケット打っていきます。さあ。で、ここで多分相手がフル攻めをしてくるんですよね。そこを僕は、どうにかね、ロケットバーンやりたいですね。ロケットバーンしたいんだが、相手のユニットが離れているのが非常にやりにくいが、おら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 、って、あぶねえ。ちょっと負けそうになってるの良くないですね。エリゴラはね、もう絶対倒さないといけない。絶対倒さないといけない。オッケーオッケー。ここで、ディガー飛ばしつつ、正直左サイドですね。僕が気をつけないといけないのは。オッケーオッケー。いや、待って。さっさっさ、耐えて。あとは、ロケットポイズンで。フィニッシュ、普通に負けそうになってた。ちょっと止まんなかったですね、なんか。エリゴレにめちゃくちゃ相性いいと思うんですけどね。なんか、あそこで攻めロケットしたからっすね。単純に。あそこで攻めロケットせずに、まあ、またナイトマスケ、ゴブゴヤ系から入って、やっとけば多分ね、こんなピンチにはならなかったんじゃないかなと思いますね。はい。というわけでやっていくんですけど、まああれですね、最近スケラ、まあ、ゴブゴヤが多い。ゴブゴヤが多いんで、ゴブゴヤにポイズン打って、で、相手がいっぱい固めてきてニットにはロケットで防衛して、っていうのを、こう結構徹底できれば、あとスケラには、まあ防衛、ポイズンほぼ徹底。で、ロケット削り。で、まあ小屋がちょっとうざかったら小屋にポイズン打って、またナイトマスケウッドでスケラは結構防衛できるので、まあポイズンを、まあ防衛でずっと使ってても勝てますし、ちょっと苦しくなったら、まあ先鋒して、まあリズム変えてもいいかなと、言った感じで、まあ、できればいいんじゃないかなと思いますね。さあ、よろしく。とりあえず、小屋を置いていきたいですね。で、このデッキは、大ダメージ、エリゴレとかと違って、タワーワンパンする力とかは持っていないので、できるだけね、序盤からダメージを抑えていきたいと思います。
できるだけ序盤のダメージを減らせれば、まあ、あとでかい、それがね、後半生きてくるというか、後半すごい楽になるかなと思いますね。わ、当たんねえやな、あれ。当たんねえやな。あ、でも、槍ゴブリンが。槍ゴブリンが、いい感じにこれ処理してくんねえかな。いやー、まあまあまあ、足りないけどよく頑張ったな。で、あ、出た。これ、チエンスキャラじゃないですか。あ、違う。なんだ。ダクプリ？あー、ゴレだな。ダクプリアイスイズベビー、ん？あー、わかんないですね。ゴレか、エリゴレか、ダクプリ入りのスキラとか、まあ、わかんないですけど、まあ、ポイズンされたので、ゴブが置いていきまーす。で、発信 OK、これもポイズンですね。美味しい。で、多分ベビーが流れてくんのかな。ベビーが来るか、まあ、なんか、とりあえずなんか来るでしょう。たるか。一旦たるか。たるか、ベビーが来ます。なので、まあ、この子はちょっと延命できるならしたいですけどね。OK、ロケット打ちます。こういうのはね、基本的に打っていきたいですね。4コス以上にはできるだけ打ちたいですね。3コス以下だと、ちょっと悩むところではあります。けど、ベビーとか、は結構厄介なので、打っちゃっていいと思いますね。間の敵何なんだろうな。マジで。ここでわかる。あー、スケラでしたね。で、ここは多分、あ、ポイズン使わなくても耐えれますね。オッケー。あー、このアイスイーツ痛いので、ウッドでね、タワー削りつつ。さあさあさあ、相手のデッキはわかりましたね。スケラだった。まあ、スケラだったって分かってもわかってなくても、まあまあ。あの小屋にはポイズンを打っていいですね、正直。打っちゃいたいですね。打っちゃって、相手の対応してくるユニットをポイズンで巻き込みたい。これですね。これ巻き込みたいのと、あとはしっかりマスケットで、こう、上を早く溶かしたいですね。で、攻めディガーしつつ、いい感じのタイミングを見計らって、ウッドを転がすと、スケラね、あの、ポイズン使わなくても、こんな守れますし、気づいたらカウンターになってるかなと思いますね。で、まあ、守るのがちょっと苦手って方は、防衛ポイズンして、だからもうこうなったら防衛ポイズンしちゃえばね、あの、絶対負けはなくなるので、よいしょ。さあ、で、マスケで処理して、あともうロケットットですね。まあ、一応防衛ポイズンしておきましょうか。何らか、何かで事故って、負けることをね、防ぐために。で、ロケットウッドで、お疲れ様です。と言ったところで、さあさあさあ、スケラにエリゴレにいい感じに、ね、美味しく買っていってますが、何がきついんだろうね。まあ、何でもきついかもですね。こういうちょっと、イカレチックなデッキは、まあ、何にでも勝てる可能性があるんですけど、まあ、何にでも負ける可能性もね、もちろんあるっていう感じですかね。はい。てなわけで、ぜひ皆さん使ってみてください。エリゴレにもしかしたら負けるかもしれないですね、これ。意外と、なんかさっきやってみて、なんか、っていう部分がちょっとありましたね。意外と大変かもしれないんですけど、個人的には結構勝てる印象があります。さあ、ダクネ。あれ、ポイズンでダメージ稼ぎたいですね。ポイズン。よし。ちょっと待って、ダクネポイズンから外れるな。で、こう、ウッドまでしちゃって、あ、待って、ロケット、いや、間に合う、待って、エリゴレ、ちょっと待って、エリゴレは、話が違うくね。エリゴレ、待って、美味しくないんだもん、なんか。こうやって、スパーキーに対して、僕は、あれがあるんですよね。なんだっけ。これちょっとやべえな。あれ？スパーキーから抜いたら、危ねえ。ダクネに対して、ポイウッド、で、あれ、スパーキーに対してライトニングじゃなくてロケットあるんで、で、エリゴレは多分ゴブゴヤが頑張ってくれる。来た！絶対勝ったじゃん、こんな。勝ちっすよ、勝ち。さあさあさあ、まあ、ダクネ、これちょっとね、ウッドで削りつつ、早めに溶かしてゴブゴヤ延命します。で、多分相手は、あいつポイズンだったな。ポイズンだったら、俺のスパーキーが活躍するぜって多分思っているところでしょう、今のところね。なので、ぶちかましたいと思いますね、僕は。ロケット構えて、さあさあさあ、出してこい。これ絶対行きますね。絶対来る。普通に来る。ワンチャン高めとかで聞いたら困るな、なんか。来る？なんで来ない？スパーキーめっちゃ早いっすよ、僕、打つのロケット。うん、来んのかい。全然来んやないかい。
めっちゃ構えてんのに一個もスパーキーこんすね。なんで？トリトン。トリトンスパーキー。いや、懐かしいっすね。こんな感じのデッキなんか見たことありますね。スパーキー来ない。俺まだロケット撃ってないっすもんね。撃ってないんで、来たー。いや、これ、世界一美味しくないっすか？ね。しかもこれなんか、ワンチャン、そうですね。もうちょっと待ったら僕はロケットなの知らないんで、これ、美味しい！いやー、これやばいっしょ。これ世界一欲しい。で、ここで防衛ポイズン貼れば、確実に。で、ナイトで、ベビーの竹を取って、後ろからね、コウモリで、こう処理すると、で、ウッドもね、こう転がせば、いい感じ。やば！ちょっと待って。スパーキーダクネを、いや、もう一回ケツから出すんかいっていう。スパーキーダクネをロケットで処理できるのめっちゃでかいですね。だからこれ待ってもいいですね。これ待って、相手がユニット来るやつを、こうまとめてね、ロケットで。と思ったんですけど、スパーキーが単体で来るので、ロケットいらない説がありますね。よいしょ。さあ、12。リガー飛ばしつつ、いや、これは勝ちましたね。いや、気持ちいいっすね。この、ロケットを隠し持っておくと、ね、相手はポイズンデッキかってなるんで、やっぱ固めてきちゃうんですよね。そこをロケットで一掃するこのね、快感いいっすね。これはめちゃくちゃいいっすね。ハマっちゃいますね。あんまハマっていいものかわかんないんですけど。ってなわけで、ディガっぽいロケね、結構いいと思いますね。楽しいと思います。まあ使うのは若干大変かもしれないですけど、まあ慣れればね、結局何のデッキでも使えると思うんで、ぜひお試しください。というわけで、終わります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とね、高評価もコメントもぜひお願いします。では、バイバイ。